新年明けましておめでとうございます。オリックスバファローズの稲富です。今年の目標は、支配下です。その理由は、僕はまだまだ育成選手ということで、3桁じゃ1軍にも上がれないですし、そういった意味を、込めて、まだ支配下、2桁の背番号をゲットして、必ず1軍に上がるっていう気持ちを持って、来シーズン迎えたいと思ってます。